お家でたこ焼き。美味しく焼くのは難しいです。今日はたこ焼きを作ります。透明な水をたっぷり注いで。ねえ、小麦粉と卵、忘れてるよ。上手に焼けるように、ちょっと実験するんだって。美味しくはならないらしいから。僕は寝てます。ちょっと早送り。実験した後、焼いてみました。くるっときれいに回りました。それでもくるっとならないところが、きれいに回らないところと、きれいに回るところの、違いを探す実験です。説明しているうちに、沸騰してきました。予想通り、足を噛んでます。噛んでます。あ、真ん中が沸騰してます。真ん中が激しくって、もう水減ってきたんだよ。真ん中が減らないと外には熱がいかないってことかな、これ。全然やな、こっちなんて。うん、もうここは一番じゃない、減ってきてるから。うん、アマゾンで見てみよう。あったよ、千円いくらで。いや、でもこれはこれでいいな、今日。ちょっと引き上げてみます。この、あ、引き詰めたらいいです。真ん中が焼き上がった頃に火を強めたらいいんじゃない？真ん中が焼けたから、火を強めたら。新しい失敗を経験した二人です。詳しくは次回、たこ焼きのコツで紹介します。実験前は失敗だらけだった二人。どこから焼けてくるのか、それが分かっただけで、上手に焼けるようになりました。もうすぐクリスマスとお正月、家族や仲間と集まって、たこ焼きパーティー、たこパ、おすすめです。自粛の前はよくやってたのに、久しぶりに焼いたら、腕が落ちたお父さんたち。原因を探求したら、美味しく焼けました。次はたこ焼き、ちゃんと焼きます。また見てくださいね。